平成維新軍は、かつて新日本プロレスで活動していたユニット。旧称は、反選手会同盟。越中史郎1992年、越中史郎、小林国明が、当時の構想相手であった、青柳政治率いる、精神会館の自主工業に、新日本プロレス選手会の許可を得ずに参戦したことが、原因で、選手会と対立。は、選手会を離脱し、 これに同調した、木村健夫、さらに精神会館の青柳、斉藤明俊と共に、反選手会同盟を結成し、本体と構想を開始する。なお、当時の選手会長は、長野正弘であり、越中と長野が、県園の中にあるのはこの事件が引き金である。1993年には、後藤達俊、氏、小原道優が加入して、平成維新軍と改名する。 名付け親になったのは、当時、雑誌、週刊文具にて、越中の取材を担当していた記者の金沢勝彦で、ある。維新軍ではなく、あえて、維新軍と名付けたのは、日本のプロレス界を新刊させるという意味が込められたためである。結成当初は、全員が袴を履き、髪を丸坊主、またはスキンヘッドにして、結束の証としていた。中でも、後藤は、髪の毛は、 愚か眉毛まで剃り落とし、ザグレート歌舞伎は肩までの長髪からスキンヘッドにした、上、ペイントを頭部にまで描いていた。また、トレードマークとして、歯と書かれた旗を誇示し、平成維新軍が勝利を収めた際には、リング上でその旗を振ることもあった。またこの頃から、再三も、自分たちでやりくりする自主工業シリーズを本格的に、始める。 表向きには新日本本体に対抗するためだったが、実際は当時新日本経営陣が所属選手が多くなったことを受け別動隊の組織づくりを目指していたため、その一環として企画されたというのが真相とされる。当初はタイガー・ジェット・シンとエッチューの構想、昭和維新軍隊平成維新軍の対抗戦など特色を生かした試合が多く行われた。 しかしこれらは結果として、旗揚げ戦の越中 VS シンをアントニオ猪木が、リフェリーとして裁いた上、猪木が、真に試合中スリーパーを極めるなど、ョキと真の絡みに、注目が集まってしまったり、昭和維新軍との対抗戦では、長州力が VIP 待遇された上、昔の仲間に囲まれた長州にとって、非常に居心地の良い空間になってしまったりと、 平成維新軍が主役になったとは言い難いものがあった。結局、動員が伸び悩み、次第にメインが本体選手だけで行われるなど、スター選手が数人かけた新日本工業のようになってしまい、この試みは一年余りで頓挫する。この時、観戦に来ていた交流場が、おい、平成維新軍、お前らちょっと違うんじゃないかいと、 リング下でマイクアピールしたことが当時の多くのファンの心情を代弁していたとも言える。1996年には小林と野上明がシングルで壁ジェラコントラ壁ジェラとして対決し敗者の小林が潔よく坊主になる姿や野上自身も飯塚隆史とのタッグユニットを解散した直後で新日本での自分のポジションを失いかけていた頃で 平成維新軍の反骨精神に共闘する姿勢を持ち、軍団に仲間入りする。やがて本体の構想相手が UWF インターナショナル無王ジャパンへとシフトしていくにつれ、反戦司会という存在意義が形外化し、職人気質なレスラーが多く、エース級のレスラーが欠如したことも災いし、軍団構想から置き去りにされるようになる。さらに、藤波達治が、 タッグトーナメントで、越中を IWGP タック王座挑戦で木村をパートナーとして指名するなど、インカズ合わせの脇役扱いをされる。このような状況を打破すべく1998年に、越中が天竜玄一郎に平成維新軍との共闘を持ちかけ、合意を得る。その後、天竜、越中の維新天誤指導名が IWGP タッグ王座を獲得するなど、 活躍する。一時は勢いを取り戻したが再び勢いは弱まり、1999年に解散。越中、木村らは本体に復帰、小原、後藤はステイヌコンビとして IWGP タック王座に就いた後、チーム2000に加入した。2006年7月27日、6年ぶりとなる王の大会、ウォーファイナル、リボーン2フューチャーが後楽園ホールにて行われ、 メインイベントで平成維新軍が復活。8人タッグマッチで、越中、青柳、斎藤、小原 VS 天竜、北原、折原、藤井が行われた。セコンドには引退した小林も姿を見せた。ありがとうございます。